今日はですね、まずはじめに岡山市北区にある、宝中寺食パンさんに来させてもらいました。でここのパンがすごく美味しくて、まあ、こちらでパンを作っていろんな場所で車でね販売もされているということで、どういった経緯でパンを作っているのかちょっと取材にさせてもらおうということで約束取って今日に至りました。じゃお邪魔します。パンデニッシュ自体は折り込みなんで何層も何層も重ねていく層にもなっていくって感じですね。はい、これはもうデニッシュの基本となる。そうですね。じゃあこれをさらに平たくして、はいはい、先ほどの、これがもう出来上がりの状態なんで、ここからもう成形に入れるって感じですかね。これがデニッシュの一つの特徴で三つ編みしていくんですよ。これが縁起物とされている理由の一つなんですよ。さっきみたいに層ができる感じ。そうですそうです。もうすでにできてますね。はい。もともとここで、はい、ある女性の方が一人でやられてて、はい、話聞いてる、はい、中で、はい、で、まあ、その方が、まあ、ご病気になって、はい、で一時にここを閉められてたみたい で、はい、でたまたま阿部さんが、はい、なんかあれここどうしたんじゃろうかみたいな感じだったんですかね。いろんな人の縁があったんですよ。もう機械とかも全部その方が使われてたものをそのままです。はい、それを引き継いだと。はい、じゃあやっぱりその女性の方に修行を教えてもらって、そうです、まあ、こういうふうに、はい、じゃあ俺パンやってみようかなみたいな。はい、そうです。もともと僕もお客さんとしてここに、まあしょっちゅうじゃないですけど何回か来てて、ああここのパン自体は好きだったんで、はい、まあ、もともと飲食関係はずっと好きだったんで。ああそうですか。で、まあ、話していく中でなんか面白いなと思って、でもともとこのデニッシュが好きで、で、まあ、デニッシュの無限の可能性っていうのを、まあ、話してるうちにデニッシュは何しても面白いよねっていう、まあ、一番の違いはやっぱいく層にもなってるんで食感の違いだったりっていうところがやっぱ一番強いですかね。でうちのパンはどっちかというとその甘さとか油脂分の多さとかじゃなくて小麦のうまみがガツンとくるようなパンに仕上げてるんで飽きが来にくいパンになってます。なんで毎日の朝食、まあ、訪問時の、まあ、おやつとしても出せるんで、その飽きが来にくいパンとして販売してるんで。店頭に並ぶやつですか。はい、おー。
きたて見てもらったら分かると思うんですけど、プルンプルしてますよ。プルプルなんですよ。見た目じゃ分かんないですけど、力がかかっちゃうとへこんじゃうっていう。あとはこう1枚サイズのスライス作ったりとか、もうシール貼ったりとか、そういうこそこそをちょっとやっていくって感じですね。こちらがパッキングしてから、そうです、2日経って、この検知剤がピンク色に変わったら、あの商品として提供できますよっていう状態なんで。サインシール貼っていきましょう。なんかどうですかね、定番のプレーンは絶対押さえとかんといけんので、はい、プレーンと、はい、このあんこを名物にしたくて、ショコラは人気なんで、であんこも人気なんですけど、これを名物にしたくて、このあんこもやっぱぜひデビューしてもらいたい、うん、あとは逆に何が食べたいですか。キャラメル行きましたね。キャラメル僕は食べたんですよ、はい、あ今食べたいものを今この2品です。プレーンとあんですね、はい、あ、じゃあそれでいいです。いや、もう一品、もう一品、はい、そういうことですよ。ご本人チョイスがやっぱり、いや、やっぱり、いや、あの、じゃあ、あの、キャラメルを、はい、あの、プレーンとあんと新しく出たキャラメルです。この3種類を、ぜひね、売りたいということで、ちょっと僕がいただきたいと思います。プレーンから、はい、いただきます。
のうちの大元となっているプレーなんで、はい、とても美味しそうです。ではいただきます。プレーンの味とパンがすごい凝縮した感じのもちもちとしたパンです。とっても美味しいです。さらにトースターですると食感の違いとかも出てきます。そうですか、はい、安倍さんおすすめのパンをいただきたいと思います。美味しそう、美味しそう。めちゃくちゃ美味しいですね。そうなんです。めちゃくちゃ美味しいです。コシアンとデニッシュの相性がめちゃくちゃいいんですよ。なんなんですかねこれ。普通のあのアンパンとは全然違って、そうです。もうあのすごい本当にパンの甘さとこの、はい、何ですかこのあんこの甘さでめちゃめちゃ美味しいです、はい、で耳も全然引っかちくなくて、はい、食べます。キャラメルですね。キャラメル味をいただいてみたいと思います。これね、新しく出たらしいんで、ちょっといただいてみます。僕も初めてです。うん、キャラメルの匂いがする。ごめんなさい、すみません、視聴者の皆さん。本当に美味しい。うん。程よい甘みのキャラメルの味がして美味しいです。これもレンジでチンでもいいですし焼いてもいいんですよ。僕はこのまんまがおすすめです。とっても、とっても美味しいです。ちょっと太りそうです。美味しいです。皆さん、視聴者の皆さん、ぜひね、キャラメルを買って食べてみてください。あのね、ば、そう、はい、配達思い出した、はい、僕ね、あのね、パチンコ屋さんのスーパーハリウッドさんとかに、はい、ディニッシュのパンお持ちしてますよね、はい、そうです、そうです。医療機関とか、そういう施設とかでも電話があれば、はい、まあ、売店とかお貸してもらったりすることができる。全然、はい、ご対応できますんで、はい、で、移動販売とかに関しても、なんかその、例えば地域の人が、はい、ここのなんていうんですかね、公園の前でやってもいいよとかあったら全然、ね、販売とかでも、あ、行きますかね。ぜひ皆さんデニッシュ食パンをご賞味くださいませ。よろしくお願いします。 あと営業時間の方もお願いします。営業時間の方、営業時間は、朝の10時から夕方の6時までとなっておりますので、ぜひご来店お待ちしております。本日は忙しいところありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また近いうちに帰ってきます、ね、はい、ぜひぜひ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では、視聴者の皆様、ぜひ皆様、会いに来てくださいね。